どうも、コンシェルジュです。今日はですね、これもよくある質問なんですけど、自分磨きをしていくと、モテるようになるんですよ。本当に自分磨きをすると、いろいろ別の異性からですね、声がかかったりとか、するようになるはずなんです。で、ならなかったら多分自分磨きしてないんですよ。今までと違うなっていうのが明らかに出るはずなんです。で、その時に、なんて言うんでしょうね、もう他の異性と付き合ってもいいのかっていう話をしましょう。まあ一般論で言うと付き合った方がいいです。付き合った方がいいですよ。まあ簡単に言うと余裕が出るんですよ。俺モテるようになったぞっていう、やったぞっていう感じで、こう自分に自信がつくので、復縁した相手と会った時にあれです、こう焦り、とにかく我々がダメだった点はあれですよ、復縁したい人たちがダメだった点は思いっていうことなんですよ。恋愛感がね、で焦るしテンパるし、なんか重いしオーラ出しちゃうし、復縁したい復縁したい好き好きラブラブっていう、まあ簡単に言うとそれが全部一言で言うと重いんですけど、それを消すことができるんですよ。で、相手は当然ね、復縁したいっていう気持ち満々で会うわけじゃないですから、相手はね、会う時にはですよ、レストランでも喫茶店でもいいですけど、なんか久しぶりに会いましたとなった時に、相手は復縁する気満々で来てるわけじゃないです。一発目は絶対、まあその別れて久しぶりだし会ってみようかなっていう感じになって復縁工作とかをして、それで来てくれるわけですよ。で、その時に焦りとか復縁したい感とかめちゃくちゃ出しちゃうと、当然相手は引きますから、わまだ好きなんじゃんと、結局復縁したいというかより戻すために、話しに来てんじゃんっていうことが伝わっちゃうので、そういうあれですよ、オーラを出しちゃダメなんですが、出しちゃダメって言われても出るわけです。だって好きだからね、そうでしょ。そうなんですよ、出るんですよ。なのでそのオーラを出さないためには誰かと付き合ってた方がいいじゃないですか、簡単に言うとですよ。で、それはじゃあ果たして道徳的にいいことなのかっていう、公序良俗に反しないのかと、倫理的にどうなんだという話に関してはご依頼者様にはお伝えしておりますが、動画で言うとあんまり良くないかもしれないので言いませんでも理論的にはです、一般理論、復縁一般理論的にはまあ付き合った方が余裕が出ますから、で相手も重さを相手に重さを感じる、恋愛感の重さを感じさせることがなくなるので、俺モテるってなってればですよ、復縁の可能性は高いということですよ。でもまあ付き合っちゃってるけどどうするのっていう話は、まあそれはご依頼者様にはお伝えしておりますよということですね。はい、まあなんだこの動画はっていう話ですけれども、俺ね喋り始めて気づいたんです。この話動画で言っちゃマジいじゃんみたいな。だからこの話はまあこの辺で、お別れということでお疲れ様です。コンシェルジュでした。続きがあります。続きは次の動画で。